栃木未来大使や鹿沼ふるさと大使を務めるプロサッカー選手の和久井秀俊さんが12月3日鹿沼市役所を訪れ、エストニアマイスターリーグの優勝を佐藤市長に報告しました。深ほど出身の和久井さんは小学校4年生からサッカーを始め、2001年にサッカー王国のブラジルに渡り技術工場に勤めました。ブラジルでの活躍をきっかけに日本のアルビレックス新潟に所属、その後シンガポール、スロベニア、チェコ、ベラルーシなどの海外を渡り歩きリーグに参戦してきました。そして2011年にはエストニアリーグ JK ノーメカリュに移籍、プロサッカー選手として長い海外キャリアを持つ選手です。 JK ノーメカリュでは主力選手として戦い抜き、今年チームが初めてエストニアの頂点に立ちました。これによりチームは来シーズンのヨーロッパチャンピオンズリーグへの出場権も獲得。和久井さんはエストニアトップリーグにおける準 MVP、 ベストミッドフィルダー、ベストイレブンを受賞するなど、今エストニアで大きく注目されています。この日和久井さんは佐藤市長からお祝いの言葉や花束を受け取り、持参した試合の DVD を見ながら今後の抱負などを語りました。ベラルーシからエストニアに移籍をしたときに、会長、所属クラブの会長と約束して契約したっていうのが、まず優勝することだったんですね。でそれを2年で達成するっていうことで2年契約を結ばせていただいて、その1年目でまず優勝を目指したんですが、やっぱり結果的に準優勝っていう形で終わって、でそこで挑んだ2年目で、優勝をができたので、正直ホッとしてるっていう部分が、一番最初優勝決めた時の感想ですね。ベラルーシの時も3位でフィニッシュして、ヨーロッパリーグは決めたんですけど、エストニアも去年2位で、だから本当に初ですね、クラブ史上初で僕も初なんで、ここに入ってですね、実はポジションが変わってですね、もともとはウイングで左サイドの前で、ガンガン行くタイプなんですけど、そこで契約をして求められたのが、中盤の真ん中でコントロールすること、年齢的に今29なので、両方前と後ろと両方コントロールする、ゲームをコントロールする役割を求められましたね。去年いた選手全員が残って、でプラスアルファでその戦力を取ってきたっていう部分もあって、チームとして非常にまとまったチームになって、それが一番大きいかなとは思いますね。僕はクラブで10得点、個人的にも重要な時間帯に取れたっていうのが、僕の中でも満足、その10点の中でも価値っていうのはその試合とチームにおいてもかなり高いものがあったので、もともと個人的に上げてた目標が去年7点だったんですね。で今年は倍14点を目標に上げてたので、ちょっと4点足りなかったっていうのは非常に残念ではあるんですが、で僕外国人で基本皆さん英語で選手が会話をするの で2年目っていうことで、信頼の部分がすごく高くなってきたので、ボールが回ってくるっていうのは事実あるので、コントロールしやすくなったっていう部分もあります。外に出てもそこら辺にいるスーパーのおばちゃんとかも英語とかで喋ったりとかするので住みやすいですね。今まであんまりこう現地語だったらもう現地語だけっていうのが多かったんですけど、常に練習でも気は抜けない状況っていうのはもう本当に成長させてくれる時間ですね。おかげさまでその移籍市場の値段も上がっているので、いろんなところからオファーをいただいて、アジアも含め、それをただ僕の中で目的はそこのチャンピオンズリーグの部分があるので、そこに一番近い
クラブを、まあ、この11月12月1月の間でしっかりと決めていければなと思います。もちろん愛着があって、はい、あのチャンピオンズリーグに決定もしているので出場も、あの正直言うとそのすごくあのなんて言うんだろうな、保証されているクラブ、監督も使ってくれるし、うん、だから3年目も多分そのまま出れると思うんですけど、やっぱり2年以上その監督のもとクラブのもとでやるっていうのは選手としてもなかなか成長できない部分があるので、逆に居心地がいいところはなかなか成長ができないっていうのは、まあ、僕の今までの経験の中であるので、だから今逆にいい時に出ていくっていうのも、まあ、一つの選択肢かなとは思います。あくまでも自分の目標に一番近い、まあ、適切なクラブっていうのは、まあ、代理人も含めて判断して決めていきたいと思ってます。家族がまあ環境に慣れてくれてるので、むしろありがたいですね、うん、やっぱりどこに住んでも日本に住んでもそうなんですけど、やっぱり家があってそこになんかなんていうか味方というかがいると、うん、戦えますね外では、うん、実はこの75番っていうのも意味があって、僕の妻の名前が直子っていう名前なんで外国人選手枠としてプレーをしているため、人一倍高い意識を持ってプレーする涌井さん、来年の活躍も楽しみです。